三つ家は、大阪府平方市クズノハグ表参道商店会のマスコットキャラクターである。大阪府平方市にある型の天神社の表、参道沿いを中心とした商店街であるクズノハグ表参道商店会のマスコットキャラクターである。型の天神社に捨てられていた捨て猫であったが、11月3日に拾われた。これが名前の由来になっている。拾ってもらった恩返しに、 巫女として、神社のお手伝いをしつつ、みなが、自身の地元を好きになる、地域活性のため、またみなが笑顔になってもらうため、いい人、みっけ。いいもの、みっけ。おもっとうに活動している。イベント等では、バレエ教室で習得した、本格的なバレエやダンスを披露するのが特徴である。通常は、巫女装束を身につけているが、イベント時には特別の衣装を身につけることがある。 寺島優マいる、ゆる、フイズのメンバーでもある。ゆる、キャラグランプリは2015年12月現在、2012年から2014年の3大会出場した。2012年は80位を記録した。2013年は69位を記録した。2014年は169位を記録した。2015年は出場しなかった。 ミっケの秘密さんそれと、誠の豆腐とわかりマイナスさんの湯葉豆腐にあん、マイナスミっケちゃん公式サイト大阪府、平方かたしくずは型の天人社は、携帯天皇によるクズのハグーの伝承地とされる。第7回クズのハグーミっケ時ミっケアマノンガーお祭り編ミっケブログ地域活性ゆるキャラグランプリ2012、ゆる、キャラランキング、1位から200位。 ゆるキャラグランプリ2013総合ゆるキャラランキング1位から200位ゆるキャラグランプリ2014総合ゆるキャラランキング1位から200位ゆるキャラグランプリ2015の投票が始まっている。例年平方のゆるキャラではトップの三つけは出場せず平方通信隊平方氏の雑談ネタをもりもりとありがとうございます。